皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。完全新作のポケモンの発売が決まったことで盛り上がっているポケモンですが、ダイパリメイクにてあの伝説のポケモンが登場することになりました。ということで今回のゲームニュースは、ポケモンダイパリメイクにダークライとアルセウスが登場へ。アルセウス入手は条件あり。記事はオートマトンより引用しています。株式会社ポケモンは3月15日、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの情報を発表した。ポケモンレジェンズアルセウスをプレイして特定の条件を達成すると、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールにアルセウスが登場。また4月1日以降に不思議な贈り物を受け取るとダークライが登場するそうだ。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは2006年に任天堂 DS 向けとして発売されたポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイク版だ。舞台になるのは多くの神話が残り自然豊かな新奥地方。主人公はポケモントレーナーとして成長を遂げながら、銀河団との戦いやポケモンリーグチャンピオンを目指して旅を繰り広げていく。今回発表されたキャンペーンでは、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールで幻のポケモンであるアルセウスとダークライが入手可能になる。まずアルセウスの入手には、ポケモンレジェンズアルセウスで全てのメイン任務を達成したセーブデータが必要だ。条件を満たしたセーブデータが入った任天堂スイッチでポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールを起動し、主人公の自室へ行くと道具天界の笛が獲得できる。殿堂入りおよび全国図鑑の入手後、槍の柱の入り口に行くとアルセウスが出現するそうだ。なお天界の笛を受け取るには3月16日配信予定の更新ベータ 1.3.0 の適用が必要。リアル画家パルキアを仲間にすることもアルセウスと出会う条件となっている。一方のダークライと出会うには、まずゲーム内の不思議な贈り物経由でメンバーズカードを受け取る必要がある。メンバーズカードの配布期間は4月1日15時24分から5月1日5時28分まで。メンバーズカードを持った状態で一定の条件を満たすと、ダークライが待ち受ける新月島へ訪問可能になる。ダークライは人を深い眠りに誘う力を持っており、主人公も不思議な出来事に巻き込まれてしまうという。クレセリアに関する一連のイベントとミオシティの鳩場の宿への訪問、殿堂入りと全国図鑑の入手が条件とされている。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは任天堂スイッチ向けに税込み6576円で発売中。アルセウスは3月16日以降、ダークライは4月1日以降に条件を満たすとゲーム内へ登場する。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。せめてメインストーリークリア後とかにして、時空の歪み限定ポケモンとか捕まえるのむずいのよ。そもそも時空の歪み自体中出てこない時もあるし、メイン任務全制覇ってことは図鑑完成しないといけないってことか。やっぱり神を手に入れるのは簡単じゃないってことか笑い。まあ BDSP の方の図鑑完成じゃなかっただけマシですね笑い。メイン任務達成するのに一番苦労するのってともしびミカルゲだよね。いざやろうって時にはどこ取ったか分かんなくなったし、なんでミカルゲだけ捕獲難度高すぎるんだろうね。アルセウス欲しかったらレジェンド買わなあかんの？昔みたいに配信で配ってくれたらいいのに。ダメっすか？レジェアルは過去作からポケモン連れてきたり、他人と通信交換しなくてもいいから
比較的簡単に図鑑埋められるし良いと思う。進化条件が少し複雑なポケモンもいるから、攻略サイトとか活用したら初プレイでも60時間くらいでいけるかな。後回しにしたら絶対やる気なくなってやばいと思ったから、レジェンズ全部終わらせといてよかった。ダイパでちゃんとアルセウスに会うのクソ楽しみ。レジェンズの時より入手が鬼畜になってやがるわら。レジェンズでアルセウスゲットしつつ BDSP で白嘆きハゴって子供からしたら鬼畜やないかいわら。レジェンズアルセウス持っていないから無理です。今さらやる気もなし、諦め決定。シェイミみたいにダイパリメイクの不思議な贈り物だったらよかったのに。形式が違うだけでやってること DLC と何も変わらん。5000円ぐらいの大型アップデパッケージで、その報酬でアルセウスが入手できると思えばいい。最初から入れとけ。ダークライですね。アルセウスもこの形が一番良かったのに。メンバーズカードをもらってまだ殿堂入りしていませんが、絶賛レベリング中。それが終わった暁には捕まえに行こうと思います。ダークライ捕獲イベントも来たるのか。アルセウスが無理だとしてもダークライの色違い粘ることができるならやろう。あとはポケモンホームの情報があれば。いやないか、運さすがにないマウン。ダイパボツイベの全てがゲームのタイトルという時空を超え、バグという悪夢を乗り越え、感謝を携えようやく報われる時が来たんですね。ここまでほんと長かったですね。アルセウスおめでとう。制作に携わった皆様ありがとう。アルセウス買ってない人多いのな。今回のアップでは普通じゃない？今までも買わないと伝説ゲットできないとかだったじゃん。ミュウとジラーチは地方が違うからまだいいとして、シンゴルのポケモンゲットを他作品必須にするのはどうなんかなと思う。知らんけど、なんかいきなり配布アイテムポーンと渡すんじゃなくて、そのアイテムをもらうストーリーがあるんだったらそっちを解禁してほしいんですけど。以上がネットの反応でした。アルセウスの登場について賛否両論あるみたいですね。ただ本来ダイパに登場しないはずのポケモンなので、私は今回のような購入者限定のアルセウスとなってしまうのは仕方がないのかなと思ってます。ちなみにそんな私はどちらの作品もまだプレイしていません。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。